ネジ止め白いと。こいつやなきっとな。今回ご紹介するのはアルミペダルとショートアンテナの2本立てです。ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。こちらの商品はフル装備のペダル商品となります。内容的には右からアクセルペダルカバー、ブレーキペダルカバー、パーキングペダルカバー、フットレストペダルの合計4枚セットにフットレストの取り付け用のネジが4本付属いたします。マジックテープ貼り込み。これで白飛びする。止めちゃおうか。こんな感じ。映ってる。アクセルカバーはそのままペダルにかぶせるだけのものなのですが、ゴムが硬くはめるのに苦労しました。こんなん簡単ですよってこうやって入れる人おるやろな。めっちゃパワーある人って指に。入った？入ったんちゃう？何も分からんけど。まあ取れてるは取れてる。うん。何の変わりのないけやけど、意外に動いてるだけの映像やけど、そう知らないよな。黒こんなんいきますよ。これで一応カットしてあるよな。そういうもんなんかな。あまりブレーキペダルのあんなん見たことないけど、はまんねやろな。もう増寸法なんやけど大丈夫？ワンサイズ大きいとかじゃないんやけど。この子外すんかな。そうなんかな。あ、ブレーキは前も外したもんな。うん。アクセルは、はめ込みやろ。したくなかった。アクセルははめ込みじゃない。ブレーキは前もなんか外した覚えがある。入ってるかな。入ってるか。もう抜けへんもんな。疲れた。またどっか置いとかな。これは入るかな。これはかぶせるだけよね。どっちが上とか下あるんかな。中心ずれてるもんな。こういう感じか。こうやな。だってさ、こっち側、あ、そうか、こっち側に隙があるから、うん、こうやな、うん、俺最初から言うとったよな。うん、あんた言うとった。言ってなかった？うん、こうやね。ポコッとお風呂でポコッと。ほら簡単。すぐできた。ブレーキ大丈夫。ブレーキ大丈夫。ブレーキ大丈夫。全然心配ない。これつけるだけで 5% も減ったね、バッテリー。じゃじゃーん。いいですやん。が入ってなかった。カウント始まった。何？高い。気配や。やったよかったな。こんな手の上でするんじゃのうて。こんな感じ？
ってことで、こっち、今こっち側が車体に入ったからこうか。え、こんな飛び出して意味ないやんな。え、どういうこと。3.5 センチアンテナには付属品の M5 アダプターのうち一番短いアダプターを使い取り付けるのが正解のようです。アンテナ取り付け部分の隙間を埋めるためにスペーサー2枚を挟んで取り付けていきます。今パッキン入れた。入れすぎかな。いくよ。こんなもんやってな。よいしょ。比較。ちっちゃ。めっちゃちっちゃ。バカちっちゃい。どうしてもつけなければって感じやな。なくてもいいもんね。使うしね。使ってもらっちゃう。いいや。アンテナなんか使う。今ラジオ聞かんしな。意味ない。意味ない。飾りや。立てとこうかな、あえて。あえて立てとこう。こうやって。ええやん。まあ。だけどこう隙空いてるな、やっぱ。私の車両には目いっぱいアンテナを締め込んでも 2,3 ミリの隙間ができていました。ここに映るかな。隙間が空いてる。ゴムパッキンちょっと遠がいい。かっこ悪い。今日の旅はここまでです。いかがでしたでしょうか。ハスラーカスタムが参考になったよという方はぜひいいねお願いいたします。これからも一緒に旅を続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。